絶望に打ちしがれちゃいけないよ。希望に打ちしがれなきゃね。人生は光、眩しいからって目を背ければ、暗いところを見ちゃうんだよね。正しく、間違えなさいよ。人生は茶葉、止まったら、沈殿しちゃうんだよね。どっちの正義につくかなんて、明日の自分と昨日の自分、そして今の自分に問いかければ、おのずと答えは導き出されるでしょうが。まあ、その答えに含まれる愛っていうやつは、かけがえのない道しるべと、表裏一体だけどね。夢を諦めるんじゃないよ。夢を見るのと現実を見るのはそんなに変わらないんだからね。だって夢を見るっていうことはまだ眠りが浅いっていうこと。眠りが浅いっていうことは、まだ現実に割と近いところにいるっていうことだよね。